では着替えていただきました。とても痛がりやすいということなので、オイルトリートメントを行いたいと思います。まずは蒸しタオルでお体を温めます。ですよ。これは苦しくないですか？はい。はい。ちょっと苦しいですかね。いや、気持ちいいですか？はい。背中は左の方が張りが強いですね。はい、わかりますかね？右と左で。こう押さえた時高さが違ってますよね。左の方が高いですよね。そういう感じで、はい。貧血を起こしやすいってことは心臓も良くないんですかね。あ、そうなんですかね。単純に体重の問題だと思ってたんですけど。あ、体重少ないですもんね。多分何キロぐらいなんですか？今は増えてあまり貧血する回数が少なくなったんですけど、はい、なるほどなるほど、はい、42キロで、はい、前は36キロで、はい、36キロは やばいですね。激痩せじゃないですか。はい。それは拒食症とかではないんですよね。あ、そうですね。あんまり食べれないんですか？一気に量を食べれなくて、はいはいはい、回数を分けて食べるようにしてるんです。はあ、はい、1日5食とかなんですか？そうなんです。それはそれは胸焼けとかしちゃうんで。あ、胃が弱いですからね。怖いですよ、胃を食べるの。そうですね。吐いちゃうのは辛いですね。そうですね。あ、くすぐったかったですか？あ、大丈夫です。大丈夫ですか？今どうですか、感触は？あ、気持ちいい。あ、はい。でもそうですね、胃も左に出るんで、はい、胃のせいかもしれないですね。左の背中盛り上がってるのは。あ、胃から出てるコリかもしれないですね。あ、これはどうですか？くすぐったいとかありますか？気持ちいい。気持ちいいですか？はい、よかったです。なんかビクッとするのはくすぐったさですか？はい、はい、あ、すいません。こちらの腕を置いていただいてて大丈夫ですよ。くすぐったいところは血流が悪いところと言われてるんですよ。あ、そうなんです。そうなんです。背中くすぐったいです。はい、はい、まあ、そう、割と多分ね、冷えをお持ちなので、はい、はい、くすぐったく感じやすいっていうのはそのせいかもしれないですね。
後ろに回すのは大丈夫ですか？はい、はい、では後ろに戻りますね。失礼します。蓄えておけないですもんね。確かにその36キロとかの体になってしまうと、体にエネルギーが残らないですよね。もう子供の時から痩せ型とかなんですか？そうですね。でも年取るごとにどんどん食べれなくなってしまって、はい年取るごとにってまだ24ですよね、はい、40の時とかどうなっちゃうんですか？そんな感じじゃ大変ですね。ちょっと怖いんですよ。怖いですね、はい、恐怖ですよね。恐怖です。いえいえ。結構感情が出やすいタイプですかね。すいません。いえいえ。